どうも、たくのみばたけおです。今日もよろしくお願いします。今日はなんと先月受けたウイスキー検定2級の試験の結果が届きましたので開封をしたいと思います。で、まあね、せっかく開けるんで何か飲みながら開封しようかなと思って、セッションをね、先日発売されたちょっとハイボールで、今日はね軽くちょっとハイボールで飲みながら楽しみに開けたいと思います。ちなみに、先月あったこのウイスキー検定は、2級と3級だけですね。在宅試験ということで行われました。一応試験時間1時間、100問出て、4択ですね。全部マークシートで、70点以上が合格という、ね、なかなかね、こういう機会もなかなかないんで思い切って受けてみました。僕が勉強したのは2級の過去問題集を買って一応一通りやってみました。なかなか難しいなという印象でした。そしてウイスキー検定の、教科書みたいなやつがあるんですね。その教科書も買って、それを見ながら、ウイスキー文化研究所の土屋守さんが YouTube でやってました、ウイスキー検定用の講座、これを一通り見て勉強させてもらいました。で、受けたんですけど結構難しかったです。だからね、買ってるかどうかちょっといただきます。自信は五分五分なんですけど、さあ開けてみたいと思います。受かってるでしょうか。もうね、あれだけ勉強したからね、それでもね3級だと多分受かりそうな気がしたんですよ。勉強する前からの問題集見てみても3級は簡単だったんで多分大丈夫だなと思ってたんですけど、はい、おということは合格、合格です。あー嬉しい、こうなりました。見える？あー、これちょっとスキャンして出します。79点、ギリギリですけど80点取れなかったけど合格です。あー嬉しい。1442人中873位、まああんまり成績良くないですけど合格しました。ありがとうございます。いやー、日頃からやっぱり勉強しててよかった。これは嬉しいです。ウイスキー検定2級合格、2級保持検定証を贈呈します。いやー、でもあれだけ勉強したけど870位か、1400人中、結構下の方ですね、順位的には。でも、ね、合格です。お酒が美味しい。いやー、79点、いやー70点越すかなどうかなと心配だったんですけどギリギリ合格しました。これもね YouTube やってたおかげです。はい、いろいろ入ってます。ウイスキー検定合格者有料特典、カード、名刺、バッジ、テイスティンググラス、なんかいろいろ、あ、オリジナルボトルもあるんですね。合格者限定ボトル、なんかこの辺もじっくり検討したいと思います。今これ載ってます。来年の2月に、また試験があります。僕は次は受けるとしたら1級なんですけど、
ちょっとね、2級で79点しか取れてないんで、まだ相当勉強しないと。1級はですね、問題が難しくなって80点以上取らないとダメなんですよね。で、マークシートだけじゃなくて記述式の問題も出るということで、さらに難しくなるんで、もうちょっと勉強して来年の2月はちょっと間に合わないかな。そのうち受けたいですね。で、同じく在宅の試験が来年の2月に2級と3級あるんで、皆さんどうでしょう、これ受けてみられたらどうでしょうか。すごいですね。1級は上位3名の方に、ボトルプレゼントがあるんですね。アランとかシングルトン、アイラミスト。そのうち受けたいですね。はい、ということで、なんと合格してました。嬉しい。お酒も美味しい。点数は置いといて、低いんで、とりあえずギリギリだろうが何だろうが合格しました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ウイスキー検定の結果が届いたという動画でした。これで宅飲み場竹雄のマスターもウイスキー検定2級持ってるよということになります。はい、ということで、宅飲み場竹雄では毎日こうやってお酒に関すること、ウイスキーが多いんですけどね、焼酎とかジンもやってます。いろんなことをしゃべりながら、飲みながら、企画やりながら、時にはこういったこともやりながら、毎日遊んでます。お酒好きな方はチャンネル登録してぜひね、飲みながら見てください。はい、では今日の宅飲み場竹雄は、大変嬉しいウイスキー検定2級合格ということで、もちまして閉店にしたいと思います。皆様ありがとうございます。これからもますますウイスキーに励みたいと思います。では今日はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。